プロモーション用写真、ヒズガール・フライデーは1940年にアメリカ合衆国のハワード・ホークスが監督したコメディ映画。スピード感あふれるセリフを見せ場にする、いわゆるスクルーボールコメディの代表作の一つとされる。ロザリンド・ラッセル演じる早口で異性のいいヒルディは、ホークス的女性像の典型例とも言われている。1993年に、 アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。日本では、レティは敏腕記者のタイトルで、ビデオ化されたことがある。映画は、新聞記者が、殺人以外なら何でもやった古い時代、というクレジットで始まる。ウォルター・バーンズは、ニューヨークの大手新聞社で名を馳せている、名物編集長。探偵を使った贈賄や説盗も厭わない強引な、手法で、次々に、 スクープ記事を放ってきた。妻のヒルディ・ジョンソンは、彼の同僚として働く敏腕記者だったが、ウォルターの強引な性格と、常に締め切りに追われる、新聞記者暮らしに愛想をつかして、離婚、退社。穏やかな性格の保険業者、ブルース・ボードウィントの再婚を決め、ブルースの実家がある田舎町で主婦として静かな暮らしを、始めようとしていた。しかしヒルディがニューヨークを離れる前日、 最後の挨拶のためウォルターを訪ねると、ウォルターは様々な策を漏して、ヒルディの出発を遅らせる。その頃ニューヨーク中の記者たちが追っていた大事件、警官殺しの容疑者へのインタビュー記事をヒルディに書かせるためである。ヒルディは二度と新聞記者はごめんだと言いながら、ウォルターの混成に負けて留置所へ潜入、容疑者 R ・ウィリアムスへの取材に成功する。 R はすでに死刑を宣告され、刑の執行を間近に控えていた。しかしヒルディは取材するうちに、腐敗したニューヨーク市長が選挙の宣伝に利用するため、R に無実の罪を着せて死刑を強行しようとしていることに気づき、政界の暗部を暴く、大スクープの予感に夢中になってゆく。その間、ウォルターは、ヒルディの戻りを待っている再婚相手のブルースを、 でっち上げの経済で何度も交流させ続ける。そして、ヒルディと共に、記者室で猛烈な取材を開始する。彼らの動きに気づいた市長と保安官は、二人を逮捕するため記者室へ乗り込んでくるが、逮捕の瞬間、メッセンジャーが連邦政府からの死刑執行停止命令を運んでくる。諦めた市長と保安官が帰って行き、再婚相手のブルースもまた、ヒルディが、 結局記者の世界を捨てられないことを悟り、破断を申し出て去ってゆく。記者室に取り残されたウォルターは、ヒルディに愛を告白し、ヒルディはウォルターへの愛を再確認して、二人は二度目の新婚旅行を約束して抱き合うのだった。ありがとうございます。